皆さんこんにちは瀬尾です。瀬尾淳のレッツ話をお送りします。2003シーズンの3回目になります。まあ2003年といえば、ね、このことです、えー。最も大きな出来事でした。J リーグカップ、当時は J リーグ山崎ナビスコカップでしたけども、その優勝について取り上げます。前の年2002年に初めて、えー、J リーグカップでベスト8の壁を破って準決勝に進んだレッツは、 その勢いで決勝にも進出しました決勝でカシマヤントラーズに敗れて準優勝に終わりましたファイナリストという心地よさと、えー、銀メダルの悔しさこれを初めて知ったシーズンでしたねただシーズンの終盤はこのジェリングカップの決勝も含めて公式戦八連敗という結果でしたで天皇杯はその中で初の初戦敗退を期してしまいました ですから非常にこうポジティブなことと非常にそのネガティブなことこの両方を1シーズンでで味わわったわけです。まあ、混ぜるとねこうシャカシャカして平凡なシーズンということになるのかもしれないですけどえ混ぜることできないですからレッズは決勝までいったんだという思いと。 最後は情けない終わり方をしたよねっていうそういう思いの両方を持ってこの2003年を皆さん迎えたと思います、えー、2003年はその J リングアップの予選リーグからシーズンが始まりましたリーグ戦の前に予選リーグをやったんですねでこの年の予選リーグは J116 クラブが4クラブずつ4グループに分かれてリーグ戦を行い 上位の2クラブが上に進むという、まあ、典型的なこの16でやる時のね結構典型的なシステムでしたまず2試合が3月8日と15日に行われたんですけどもレッズはこの2試合に連敗してしまいます初戦はアウェーでジュビロ岩田戦でしたでアウェーといってもですね鹿児島県の鴨池陸上競技場で行われたので 岩田にとってももうもしかしたらアウェーみたいなもんかもしれなかったんですけども0対2でレッツが負けました63分に岩田が先制し反撃するレッズは長谷部誠選手が58分と67分に警告を受けて退場になってしまうんですね長谷部選手は加入2年目でこれが実は公式戦初先発なんですまあだから力が入りすぎてしまったのかもしれないですけども まあ12になったレッツはその後え追加点を奪われて試合を決められてしまいました。まあ長谷部選手にとってはほろ苦いになったのかあのゴーヤーを生かじりしたぐらい苦かったのかわかりませんけども翌々日ですねこういうコメントをしています。1点取られてあそこから反撃に行かなくてはならないときに退場になって流れを止めてしまいチームメイトにも 遠い鹿児島まで来てくれたサポーターにも申し訳ないですで土曜日ですしシーズン開幕戦ということもあって列サポーターの数多かったです確かにあの試合全体では8012人という記録なんですけども裏側からもね2000人ぐらい来ていたんじゃないかなと思いますね長谷部選手のコメントを続けますすごくいい準備をしてきて緊張もなくてこれはやれると思いました 岩田はボールをしっかりつないでくる強いチームだと思っていましたがやってみると自分たちもやれるという気がしましたこの経験を自分のパワーに変えて次を見ていきたいですこの試合では新人の小林博之選手がいきなりデビューしました筑波大学3年生の時にユニバーシアード代表にもなったセンターバックでしてあの坪井池介選手や平川忠明選手、三上拓也選手 えー、他にあのレッズに入った選手は堀之内聡選手と山根信光選手がいるんですけどもなんで今あの坪井選手、平川選手三上選手を挙げたかというと、えー、ユニバーシアード北京大会の代表で,です、ねえー、フォーバックだったんですね右,側右から平川、坪井小、小林ちょっと坪井選手と小林選手の順番わかんないですけどそして三上選手が左サイドバック。でレッはですから この2001年ユニバーシアド北京大会優勝チームの4バックを全部獲得したことになるんですね小林選手だけ1学年下だったんで1年遅れましたけどでその小林選手ですけどもこちらも悔しいデビュー戦になったんですよ、まあ、負けたというのはもちろんなんですけども先ほど63分に岩田が先制しましたと言いましたけどもそのゴールって PK によるもので小林選手が、P、与えてしまった PK でした。 ラインの外で相手に当たったって本人は言うんですけども当時は VAR もないですから主審が見たもので判断されてしまうから仕方ないですね、まあ、ただそ,そういうギリギリのところ微妙なところだとだいたい外からフリーキックになると思うんですけどねあのちょっと覚えてないです僕も遠くから見てたんででこの1点が決勝点になってしまったわけで小林選手ももしかしたらその夜は眠れなかったかもしんないですね そして、もう一人、この試合でレッツデビューしたのが、これ、前回のテーマでした。エジムンド選手です。永井雄一郎選手とツートップを組んで、シュート三本を放っています。けども、ゴールはなりませんでした。で、翌週続く第二節は、三月十五日、コマ場スタジアム。シーズンのホーム開幕戦となりますね。で、相手が東京ベルディでした。レッツは、出場停止の長谷部選手に代わって、エメルソン選手が入り。えー エメロセンション選手が長い選手とツートップを組んでエジムンド選手がトップ下に下がりましたでこの試合も決勝点は PK だったんですね前半の43分に鈴木啓太選手が相手をエリア内で倒したということで取られましたでヴェルディといえばエジムンド選手の古巣なんですねそれだけに彼がガチガチにマークされたということもあってまあ期待された エジ・エメラインエジ・ムンド選手からエムメルソン選手のパスによるゴールっていうのはなかったんですね0対1で、えー、ベルディに敗れましたあのー、ジェリングカップ前年決勝進出したということもあって非常に期待された大会だったんですねただ6試合しかない、えー、予選リーグのうちに2敗してしまったっていうのはやっぱりちょっと大きかったですね、えー、4月9日に第3節が行われてヴィッセル神戸に勝ちました あの先制されたんですけど長井選手と田中達也選手のゴールで逆転勝ちですでこれがリーグ戦ももう開幕してるんですけどリーグ戦合わせてシーズン公式戦5試合目だったんですけどそこで初白星でした次の予選リーグ、まあ、折り返した後の第4節はホーム駒場に岩ジュビロ岩田を迎えてスカーレースドローでしたですから1勝1分け2敗、まあ、勝ち点4 グループ3位だったんですねで上の2チームは岩田と神戸なんですけど勝ち点7なんです、まあ、ですから可能性まだ2試合残ってますから可能性はまだあるわけでで次の第5節7月の2日なんですさっき言いました第4節が4月21日なんで2か月半もあとなんですねで、まあ、レッツにとってはこれが大きく幸いしたと思います、まあ、なぜかというと この,この間にリーグ戦が6試合あって、まあ、試合慣れし,してきたということもありますねさらに6月っていうのはほぼ丸々1ヶ月中断期間だったんですよでこの2ヶ月半の間に永、えー、井選手やメルソン選手田中達也選手の3人のうち2人がツートップにチョイスされるという、まあ、あの調子のいい選手がチョイスされると3人とも好調になったということがあります。 それからエジムンド選手が辞めてしまったことで空いたトップ下のポジションに長谷部選手がやっぱだんだんフィットしてきたということです。で山瀬浩二選手も長期の怪我から復活したんですけど彼は、えー、主にリーグ戦に出場して、このリーグカップ予選リーグは長谷部選手がほぼ務めあのトップ下を務めました。 ディフェンダーのゼリッチ選手オー,ストラリアオーストラリア人の選手ですけど、えー、ゼリッチ選手が復帰してスリーバックの真ん中に入って、えー、室井一栄選手と坪井選手のこう両ストッパーとの関係も非常に良くなってきたと安定してきたということがありますそれからゴールキーパー、えー、この年加入してずっとリザーブだった都筑良太選手が、まあ、ある時をきっかけに先発の座をつかんで それまでの先発だった山岸紀弘選手ともうこのあとずっと数年間にわたる熾烈つな、まあ、激烈などっちかな守護神争いをするようになったんですね。もうこの年からですで、まあ、他のポジションも同様に競争はあったんですけどつまり新しい選手や、えー、力をつけてきた若手の台頭による切磋琢磨です。そそれにによっってチームのの成熟度度ががある程度上がったその頃に 予選リーグの最後2試合まず第5節を迎えたわけです、えー、7月2日東京ヴェルディー戦なんですけど当時鬼門とまだ言われてなかったのかなその後鬼門と言われだした味の素スタジアムでしたで。90分まで1対0でレッツがリードしてたんですけどアディショナルタイムに追いつかれて引き分けました、まあ、正直決、ま、あの相手ゴールが決まった瞬間は やっぱりかよと正直思っちゃいましたねほんと当時嫌なスタジアムでしたで予選リーグ最終節です7月16日ホームの駒場スタジアムにヴィッセル神戸を迎えました、まあ、細かい勝ち点状況は省略しますけど簡単に言うとですねレッズは勝てば逆転で2位になるし神戸は引き分ければ2位をキープするという、まあ、そういう状況だったんですね神戸に有利な条件 ですよ、一見。だけど皆さん知っての通りサッカーって引き分けでもいいっていう側が引き分け狙いをするとやり方を間違えると逆の結果になるというのがこれ僕の考えですけどねあの。引き分けにしようと思って一番いいかなと思うのは相手陣内でのプレー時間を長くして得点するよりも相手にボールを奪われないことを大事にする。 ととということだと思うこだ思んですね得点しようとして不利な状況で相手陣内に入ってゴール前に入っていってしまったりそれから入る可能性が低いのにシュートを打ったりして相手ボールにしてしまわないということ、まあ、よほどのビッグチャンスがあったらやっぱりシュートを狙うべきだと思うんですけどそれ以外は無理をしないといとととううことだと思うんですあの自陣に引いて11人で守り続けるというやり方もありますけどね。それは なぜ危険かなと僕は思うんですけど危険だと思うんですけど相手ボールの時間が長くなる自分たちが得点を取る可能性が非常に低くなってしまうっていうことなんですねえただその前者の方法要は相手陣内までボール持ってってずっとそこで前ボールにしてビッグチャンスが来るまでしっかり回しているというのはある程度ビルドアップの力もないと難しいです えー、本当にある程度強くないと難しいんじゃないかなとということで神戸はこの試合守りに力を入れてきましたセンターバックの2人がゴールから離れないボランチも守りに重心を置いてきたということでなかなかあの固かったわけですねレッズはボールはもちろん持てるんですけど突破口を見いだせずに前半を置いてしまいました後半 61分ですね、えー、結構早めですね、16分後半16分ですか、えー、レッズはディフェンダーのゼリッチ選手を外して田中達也選手を投入して永井選手やメルソン選手と3トップにしたんですね。でまあ、これはもう一か八か八ですそのまま0ゼ0ではどうしようもないから少し攻守のバランスを崩しても点,に取り点を取りに出たわけです。でそれがししました 74分に達也選手が左から右の山田伸久選手にサイドチェンジすると山田選手がまた中へ折り返したんですねそこを左から走り込んできた鈴木啓太選手はシュートグランダーでボールはゴールの中に突き刺さりました時間はまだ20分近くあるんで神戸は当然反撃に出ますよねただこういう試合のよくあの見るんですけどこういう場合 前半からこうあまり攻める気なくてです、ね、リスタートももう言い方悪いですけどチンたら時間かけてやってるとそういう時に1点取られたから急に切り替えてギアをトップに入れてもねなかなかうまくいかないと思うんですよ。でレッツが勝利しましまたでレッツは2位になって決勝トーナメントに進出することが決まったわけです。 えー、お話を決勝まで一気にやるつもりだったんですけど、えー、長くなるので今回はこの予選リーグ突破のところでおしまいにしますレッツは前の年のジェリングカップではもう予選リーグ1試合残してダントツで突破を決めたんですけどもこの2003年は最後に勝って逆転で突破を果たしたというのが、まあ、今回の主なテーマでした。それではまた次回